クックソニアは古生代シルルキ中期からデボン期前期に生息した陸上植物の属である。学名はオーストラリアの著名な古植物学者であるイザベル・クリフトン・クックソンにちなんで命名された。高さは数センチメートルほどしかなかったが茎の先端にトランペット型をした放射能を持っていたと見られている。初めて海から陸上に進出した生物の一つであり。 そのため乾燥から守るための機能を備えていた。例えば、イカンタを持っておらず、シダ植物との形態も異なる。また、漏出のクチクラ層を持っており、植物体内部の水分の蒸発を防いでいた。しかし、防水性のクチクラは水分を止めることに長けている。反面、空気中の気体を植物中に取り入れることを妨げてしまうため、ガス交換を 効率よく行うための機関である気候を発達させたことが化石から分かっている。陸上を開拓した先駆者であり、2011年現在までにおいて確認された陸上植物の中では世界最古のものである。遺タバ植物の祖先。さらにこの3種も属する可能性があるが確実ではない。BBC 制作。 ウォーキング・ウィズ・モンスター全恐竜時代巨大生物の誕生で陸上に生育している様子が見られる。陸上に進出した最初の植物と説明され、後々大森林を形成していくと語られた。ありがとうございます。